はい、どうも皆さんこんにちは、おったーです。早速ですが、今回は貝印、メスバカッターを見ていきたいと思います。このカッターで特徴的なのが、もうなんとなく分かったと思いますけど、手術とかね、あれですね、オペとかで使われるメスのね、刃を使っているところですね。一応定価が、ホームページで見ると1000円みたいなんですけど、Amazon とか楽天とかそこら辺で買えばね、もうちょい安く買えるので、リンクは概要欄に貼っておきます。じゃあ開けていこうと思います。でもこれレビュー動画なんで、実際は1回開けて何回か使ってるんですけど、一応初めて買った時どんな感じになってるかということで開封作業していきたいと思います。こちらがカッター本体ですね。刃がメスの刃っていうことを除けば全然普通のカッターですね。裏はこんな感じで、食洗っていうのが一応貝印の中のブランド的な感じらしいですね。そしてこちらが替え刃5枚と使用済みの刃を収納するやつですね。普通のカッターもね、なんか刃の先をポキポキ折って新しいのに変えていって、それ危険なのでしまうみたいな構造がありますけど、メス刃はその1枚ずつ交換なんで結構でかいですね、収納するやつが。では替え刃の方をちょっと取り出してみたいと思います。はい、こんな感じでね、なんか包装紙みたいなのに包まれてますね。はい、替え刃がこんな感じになります。この替え刃なんかもともとメスもそうなんでしょうけど、もうめちゃくちゃ薄くて、うかつにされるとすぐ手切りそうなのでご注意ください。それで替え刃は5枚ついてるんですけど、もともとカッターにも1枚ついてるので、6枚入ってるって感じですね、全部合わせて。はい、カッター本体のね、刃はこんな感じですね。はい、で刃を出すとこんな感じですね。なんかこの刃が若干上斜めにね、傾いてるような気がするんですけど、多分本当に傾いてるんですけど、これデフォルトで切る時も結構固定されてるので問題ないけど、ちょっと気持ち悪いですね。はい、パッケージはねこんな感じですね。普通なんで見つけるのがねちょっと大変かもしれませんけど、文房具屋さんよりは多分ホームセンターとかの方が置いてる確率高いと思います。で裏のパッケージはこんな感じで、布地ビニール、紙を切る目的みたいな書いてあるんで、普通のカッターと同じような使い方で、全然大丈夫なんですけど、これらを切るなら普通のカッターの方がね、僕的には便利ですね。でこれ本当に何のために使う人がいるんだろうって正直思ったんですけど、細かく切りたいってより、なんか膜みたいなものを薄く切りたいみたいな人が結構使うらしいですね。だからなんか動物の内臓みたいのの膜とか、表具の上1枚だけみたいな、だから本当に医療現場のメスみたいな使い方を簡単にしたい人が買うみたいなのが多いらしいです。それで医療現場でもこのメスの刃ってこういう風に付け替えるものらしいんですね。僕も詳しくは分かんないですけど、だからその医療現場のメスとあんま遜色ないような感じなんだとは思いますね。僕も詳しいことは分からないんですけど、だからといってね、友達をね手術したりを試みないように、それだけはねご気をつけください。ということで今回は貝印のメス刃カッターを紹介させていただきました。ぶっちゃけあんま勧める人もいないような商品なんですけど、面白いなというふうに思って今回動画にしてみました。よかったらチャンネル登録、動画の高評価などよろしくお願いします。皆さんが思っている3倍ぐらいはやる気につながるので、どうぞよろしくお願いします。